徳島県道273号大京に因まず、浦和電池線は、徳島県阿南市から、小松島市大林町へ至る路線である。徳島県道141号、大林中川阿南線のバイパス路線の交点を、北へ曲がり、そのまま北進して、小松島市和田島町松田神殿における、徳島県道218号和田島赤石線の交点で終点を迎える区間もある。 小松島市和田東町松田神殿で、撮影起点は阿南市中川町大京原で、道路線自体や接続する他の県道の指定区間が何度か変更されているため、単独区間にも変遷があるが、現在は、起点国道55号阿南道路までは、主に元徳島県道27号阿南中川線の区間が単独区間となっていて、単独区間の間は、 徳島県道27号や徳島県道141号、大林中川阿南線との重複区間である。阿南道路との交点からは、豊谷団地の北方から伸びる元々の道路と、旧徳島県道27号の道路が、中川町島尻で合流し、国道55号阿南道路に並走するような形で、県道指定されている。さらに、徳島県道四十一号のバイパス路線の、 交点からルートは分かれている。原道と思われるルート、徳島県道141号、大林中川南線のバイパス路線の交点を北へ曲がり、坂の小学校前の交点を西へ曲がる。そのまま、徳島県道218号和田と赤石線の交点で終点を迎える。1のバイパス路線、徳島県道141号、 大林中川南線のバイパス路線の交点を北へ曲がり、そのまま北進して小松島市和田島町松田神殿における徳島県道二百十八号和田島赤石線の交点で終点を迎える徳島県道百四十一号大林中川南線徳島県道二百七十四号坂野花浦線との重複区間徳島県道百四十一号のバイパス路線の 交点を南へ曲がり、さらに、徳島県道274号と重複し、小松島市役所坂野市所前を経由して、国道55号阿南道路の交点で終点を迎えるルート。よって、終点も3方に分かれているが、ここでは一番古くから存在しているルートである一の終点を、現道の終点と位置づけた。ありがとうございます。